おはようございます。おはようございます。ゼッケンつけてますね。これ多分招待選手だけなんじゃないかみんななんかちょこっと見たけど番号だったよ。番号でした。ということで23年ぶりの静岡国際、いやー来ましたね。去年の動画もすごい反響あったんですけど。反響ありましたか。めちゃくちゃありました。武田さんの収益に貢献できましたか。相当潤いました。今回の企画というか、35歳以上のおじさまたちがマイルの世界記録を更新していくと。狙ってみたですね。狙ってみた。世界記録狙ってみた。去年が3分17秒9で、世界記録が82かな。82、まあ、0.1 秒ぐらい足りなかったと。いや見せますね。全てあの悪玉菌があそこに。あの緑のたまに忘れちゃうんですよね、一緒にいすぎて。そう、高瀬さんがどういう人なんだっけとか。で電池足りず、そのために必死に練習したら、うん、昨年末に頸骨の跳躍型の疲労骨折をするという去年の5月に3分17秒皆さん出して、はいはい、まあ、0.1 秒足りず、その後大阪選手権に出たっていう。大阪選手権はですね、はい、出ました。そのメンバーも変わらず4人で、変わらず4人で、いつ面で、いつ面でそれタイムいくつだったんですか。で3分19。その日にね、スイスから帰国した人がいて、ね、スイスから帰国した人、帰国してそのまま走るっていう横立ちです。いや、そう、鉄人になってる人がいる。鉄人ね。今日も後で鉄人ワードが出てくるんで、鉄人ワード楽しみにしていただいて。あ、じゃあ2ヶ月後ぐらいになったんですね。そうそう、だからあんまり長くしてもモチベーションが続かねえんじゃねえかおじさまたちの鉄は熱いうちに大丈夫っすか。めっちゃ時間空いて、なんか僕練習してる風景とか大西さんしか見ないんで。まあ吉田は練習してるし、横田も練習してるし、やっぱあの11連覇の一番結果出してる実技ある人が準備不足っていう急ピッチで仕上げてちょっと足痛いみたいに言ってました。はい、とはいえ去年もダメだって言っときながら一番早かった。一番早かったです。見どころは代表クラスの皆さんが走るっていうのと、世界記録である3分17秒8、はい、7台出せばもう完璧ですね。そうですね。去年は結構2ヶ月前ぐらいからやるやる言ってたんですけど、今回は本当にやるかどうかが2週間ぐらい前に正式に決まって、正式ちゃんとね今日はでも去年とは違って草野監督が、え、嘘でしょき好調の理由をしゃぶり尽くしていただいて、うん、めちゃくちゃ聞きたいですけど、大西さんのおかげです絶対思って草野さんも大西さんたちの勇姿を朝一で来られたってことですもんね。昨日の夜行こうかなと思っていきなり決めていや僕あれなんですよ、え、なんかトンボ帰りするんで、グランプリ来てグランプリ始まる前に帰るっていう。ガチトンボ帰りマジで大西のマイルしか見れないマジっすか。その理由も聞いてた。その理由も、え、なんすか理由。え、この後低酸素バイクソフトバイクのトレーニングのためにわざわざ静岡まで来て、そして頭悪くゴールデンウィーク相手はそこしかなくて、あこれが強さに忙しいな。草野さんも応援に来てということで、もうお兄さん緊張してないですね。今年はね、ちょっといろんなアクシデントもある。まあまあ、で今の中も全力だ全力出すと、もちろん背伸びはしない。じゃあどんどん緊張していってくださいいつよりトーンが絶対低いよ、声のトーンが低いよ。ダッシュで行こうぜ。草野さん、スパイク持ってきましたスパイク持ってきました。何どういうこと。スパイクを競技場持ってこないやつっているんすか。素人みたいなやつ状況を説明すると、横田さんが持ってきたオンのスパイクが短距離のスパイクだと規定以上ってことなんですよね。25mm やつらしいんで、こんな形でオンのスパイク紹介すると思わなかったいないですよ。いないですよね、いるわけがないですよ。いやいや、2足持ってきました。規定の、うん、大丈夫なふにゃふにゃのやつ。どれで走られるんですか。これが規定のやつ。これで走って40分後に800のペースメーカーになりますそれなんだろう。クラウドスパイク1万メートル。これがクラウドスパイク1500メートル。なんかすごい買えないみたいな聞きましたけど、すごい。あ、そう、買えないらしい、はい、人気なんですよ。そうなんですよ、うん、こっちの方がなんつうんですか、扱いやすい。でも本番でちょっと短いやつ行きたいときはこれの方がなんか正直いいって感じですか、横田さんの感覚的には。プレートがねしっかり入ってる、硬いです。結構トップの選手はこっちを履いてるんですけど、反発強くて最後からしっかり待てない。はい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 、なるほど。いわゆる厚底の扱いができないと厳しい。なるほど。これはもう割と普通に扱いやすく誰でも使えるから。なんか真面目に話してください。すいません。あ、すいません。俺オンの人だオンの人売らないときは売らない前回やば、売ってないって。売ってないですよ、売ってないんですよ。メルカリに転売すんなよ。これで見てるやつとか転売するやつ、やめてくださいよ何、え、マイルを走ったまだ47、8ぐらいで行った後に40分です。40分レストですよねその言葉が一番合ってますよ。招集行かないでもう待ってよ
ゴールじゃん。そのためにもリカバリーのためのドリンクもちゃんとしっかり素晴らしい。この間にね、あるですよね、スポンサー。そうっす、そうですよね、リポビタンスポーツ。うわフル活用だな、スポンサーを、うん、フル活用してんな。時計も時計もカロスさんね、目がね、生かされてスポンサー様に生かされて、いつもありがとうございます。はい、どうですか、何が状態ですか私。はい、まあそれは包み隠さず YouTube 去年よりはいいです。マジっすか。先週も600ぐらい、タモの引っ張りやって、はいはい、79ぐらいに行ってた。51通過で、あとね、ピュッて早くダッシュするね、79ぐらいスピードなくて、やっぱ年金の時と比べると、いや痩せちゃったんですよ。あ、マジっすか。うん、全然もう昔マッチョだったんで、スピード出ない。やっぱそこは大事っすか、その800ぐらいの、ね、うん、やっぱり必要、うん、特に前半のスピードも大事です、はい、中間走でこう楽にストライドでこう稼ぐ感じもやっぱり、はい、ピッチで行っちゃうとどうしても疲れちゃう、はい、僕の場合その感覚が全然違くて困ってます。いや待ってください、横田さん、はい、それ真面目なコメントいらないですけど、そういう回じゃないから。そうなんであれでしょ、どうせまた俺のことはそういう使い方する。そういう使い方雑魚キャラみたいな。雑魚キャラじゃないから。いやでも静岡国際昨日前日入って選手たちの雰囲気を圧倒されたんですけど、まあ今も、ね、緊張感もちょっと入ってくるんですけど、金丸さん昨日お会いして僕緊張ほぐれたのと、今も横田さんの顔見て緊張ほぐれたのあって、どういうことちゃんとなんかお願いしますみたいな、今年もお願いしますみたいなのが、あ、なかった、ないない。でなんかやんのみたいな、4月に聞いたらやりましょうみたいな、あ、そういうノリで決まんの。いや飲み会みたいな。そうまあでもやるから全力で頑張りたいと思います。まああれですよね、横田さんはいつも状態がいいんですよ。通常通りです。通常通りです。僕は多分可もなく不可もなく知る800選手こいつらしい。このツートップ変えます。おはようございます。どうですか。えまあ正直、ここでは正直なこと言いましょうよね。ここは正直なこと言いましょう。正直なこと言いましょう。まあ、これがキーだね、はいはい、金丸さんがどう思ってくるか、ここが一番のポイントです。怖いなぁ、開き直ってんだから。今やれることしかやれない。やっぱ11連覇したから怖いのか、やっぱしてるからこそなんか400いけるっしょみたいないう感じじゃないんですか。400怖くない人間は 400m はじゃないよ、はい、400怖くない人間は 400m はじゃないよ、はい、あ怖くない。怖いよな、私。怖い。それでも金丸にすごい昔に聞いて、金丸ってのは怖いんだっていうのを聞いて安心した記憶がある。怖くていいんだ。怖くていいんだ。不安でいいんだ。俺も800怖い。あ、そうなの、うん、マラソン怖くない。800怖いよ。その日本チャンピオンになったからとかじゃなくて、普通にも距離として怖いってことですか。そのプライドとして怖いのか、なんていうんですかね。出し切れちゃうんだろうね。あれをまたやるのかみたいな。立ってる時が一番かっこよしい。一番かっこいい。震えないの。震える。あそこが一番もうフライングしてやろうか。ニアの気持ちめっちゃわかるもん。じゃあキーマンの金丸さん期待してます。皆さんおはようございます。おはようございます。皆さんに状態聞いてるんですけど、どうすか。メンバーの中では多分一番練習をちゃんと詰めてるかなとは思ってるんで、むしろ僕が頑張らないと絶対に出ないと思ってます。それぞれのなんか責任感ちゃんとあるな、みんな押し付けてない、やるべきことはちゃんと。素晴らしい。やはり400走るとなるとむちゃくちゃ緊張はします。この緊張がなくなったらもう引退か、本当の引退かなと。この緊張がなくなったらもう引退か、本当の引退かなと思ってる。あーやば、かっこいいな。なるほど。緊張感持ってタイムでやっていきます。あーありがとうございます。いや大西さん素晴らしいチームですね。なんか誰も押し付けてない、あいつ頑張るから多分俺こんぐらいでいいみたいな言う人がいない、一人も。それなりにやっぱ皆さん、所属チームでエース張ってきた。エース張ってきた。代表張ってきてる。責任感だけある。責任感だけある。ラインのテンションそんな感じじゃなかったけど。それは同窓会でした。同窓会。ダッシュで行こうぜ。ああ気合入ってんな、イヤホンして。去年もあの二人ずっと一緒にいたんですよ。まあ近畿のスーパースターですからね。近畿から代表へ多分同じ、はい、なんか確認するんだろうね。贅沢なもの見てるな。贅沢ですね、ちゃんと確認してるタイム。
ね。あれをしたかった。あれをしたかった。結構走るの。200じゃない。300行く？え？行くね。行くっすね。え？めっちゃ走るやん。でもそのまま行く？ようやく？行くね。行ってる。60秒ぐらいかな。なるほど。こんなアップあるんだ。何秒？もったいなかった。もったいなかった。これ6時はどうしようかな。え、本番前にこういう確認層みたいなやられることあるんですか？その元気時はないよ。元気時はない。さすがに必要性を感じた。必要性が練習の時はあったけどね。はい。いつも500行ってるよね。あれ、お二人去年と同じスパイクじゃないですか？同じです。そうですよね、覚えてます。使ってないから消耗しないいや、雰囲気あるな。ちょっとお茶目な感じもね、いいですよね。草野さんがスターターしてくださるという。吉田さん早いな。いいね、めっちゃいい動きだ。さすが。どうですか、アップの感じは。ああ、ちょっとテンション上がりすぎないことだけだな。ああ、行き過ぎないってことですか、要するに前半で。思ったよりは動きいてはいると思うから。はいはい、どれだけ落ち着けるかですね。構えすぎてるのが最近あったんで、それが今日いいんで。あー、なるほど。いいバランスじゃないかと。あら、みんな緊張してるな。マジで珍しいっすね、そのスパイク。これまだ、下ろしたてだ。下ろしたてっすね。いってらっしゃーい。いってらっしゃーい。いってらっしゃーい。さて、皆さんが競技場入りしてきました。まず1走、金丸さんですね。吉田さんが2走で、3走が横田さんですね。アンカー大西団長いた、いますね。はい、去年同様緊張感ありました。1年ぶりの金丸ダンスが見れるかもしれない。みんな去年はね、高瀬さんとの勝負とかもいろいろあったんですが、また今回もしっかり50秒切ってくるっていう金丸さんの金丸ダンス、かっこいい。しびれるな、やっぱり。さあ始まりました。世界記録チャレンジ。さあ、過信せず、あの、頑張らな、頑張りすぎずっていうペースで金丸さんが入りたいとおっしゃっていましたけれども、さあ落ち着いていきましょう、落ち着いていきましょう。金丸さん落ち着いていきましょう。さあ、まだ大学生候補いっぱいいますが、しっかり落ち着いて、さあ金丸さん落ち着いていきましょう。そう、ラストここでしっかり来れるかっていうところがポイントになります。前後の選手がね、速いそうなので、すごく気にしたいできたいところ。さあ、ここ金丸さん、ラスト来い。ああ、そう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 、来る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 。さあ、ラスト来ます。金丸さん、ラスト、そう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 、ナイス、いい走り。金丸さんに、50秒ぐらい、ちょうど50秒ぐらい、50切ったかなぐらいで入ってました。悪くない。さあ、ここで2走の吉田さんです。昨年はですね、怪我明けだったということでちょっと状態悪かったんですけれども、今回は、怪我もしっかり治って、いい状態で迎えれていると。自分がここでしっかり走れればいいかなという、目標もありましたけども、しっかり。さあ、吉田さん、ここでギアをチェンジ、ギアチェンジ。さあ、どこが上がれてきた、上がってきた。さあ、いいですよ、いいですよ。さあ、前の選手を捉えようとしている吉田さん、いいぞ、上がってこい、上がってこい。吉田さん、来い来い、すごい、さすがのラストスパート、さすがのラストスパート。吉田さん、来い来い来い、吉田さん来い。そう、さあ、ここで横田さん行け。さあ、横田さん、横田さんも状態はいいとおっしゃってました。ここでしっかり吉田さんからバトンを受け取った横田さん、いけるか。練習の内容もかなりいいと言っておりましたけれども、さあ、ここしっかり落ち着いていくのか、それとも前をしっかり追っていくのか、
横田さんをねラストしっかり引くっていうところもやっぱポイントなので、さあどんどん順位を上げてきております。さあいいですよいいですよ。さあ横田さんが来るのか、ここ来るのか、来い来い、両さん来い、シャキターさんラスト強い、さあ強い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 、耐えて耐えて、いいよいいよ耐えて、そうそうそう、さあお兄さんここ落ち着いていきましょう、落ち着いていきましょう、さあここ落ち着いていけるのか、いやいいですよいいですよ、やっぱラストしっかり効かせる必要がありますので、お兄さん出しゃばらず自分のいいペースで、さあさあ落ち着いていきましょう。やはりお兄さんもね怪我明けで、状態もそこまで良くないと、さあここからギアチェンジしていけるか、いけいけ、行ってみろ、行け来い来い来い、お兄さん来い、そう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 、来い来い来い、お、どうだどう、あー18秒2か、お兄さんチーム20切ったぐらいかな、19秒00、まあ去年より1秒遅いぐらいか、このチームのセカンドベストですね。悔しそう、めっちゃ悔しそう、本当大丈夫言って、お疲れ様です、皆さんありがとうございました、お疲れ様、すごい最初の勝負でこんなことを本当にありがたいので、これからプラスの勝負を勝つことでぜひ大事に応援をお願いします、もっと800メートル超えてくれたらもっと他の方がこの後40分後ね、40分後、最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さんまたのご機会に、さようなら。あ、こっちだ。